ダニエル・ハドソン・バーナムは、アメリカ合衆国の建築家、都市計画家。シカゴ万博葬式者であり、ニューヨークのフラットアイアンビルディングや、ワシントン DC のユニオン駅など、著名な作品を数多く残している。バーナムは、1846年9月4日、ニューヨーク周辺ダーソンに生まれ、イリノイ州シカゴで育つ。両親によって、シンエルサレム教会、 スウェーデンボリ派に基づく教育を施されたバーナムは、人は他者に奉仕すべきであるとの強い信念を持つに、至る。ハーバード大学、イエール大学の入学試験に、両方とも不合格となった後、ウィリアム・ル・バロン、ジェニーの下で製図士として働いた。26歳の時、シカゴのカーター・ドレイク・アンドライト事務所に移籍、後のパートナーであるジョン・ウェルボーン・ルートと出会う。 二人が設立したバーナムルート事務所はアメリカにおいて超高層建築を手掛ける建築設計事務所の先駆けであり彼らの設計で1892年に建てられたシカゴのメゾニックテンプルビルは21階建て高さ92メートルに及ぶ当時世界でも屈指の高さの建物であったルートの影響を受けながら二人の事務所は近代的な建築を設計し続け シカゴ派の一角を担うことになる。しかし、1891年、ルートが肺炎によって、早すぎる死を迎えると、バーナムは、事務所を DH バーナムカンパニーと解消し、独自の道を歩み始めることになる。バーナムとルートは、コロンブスのアメリカ大陸の発見400周年を記念して行われる当時としては、過去最大の万国博覧会、シカゴ万博の 建設現場管理を任される。会場となるミシガン南湖藩のジャクソンパークは当時まだアルチであった。バーナムをはじめフレデリック・ロールムステッド、チャールズ・マッキム、そしてルイス・サリバンといった著名な建築家、ランドスケープアーキテクトが全米から集められた。ルートの案はモダンで色彩豊かなものであったが、 彼の死によって白一式の新古典主義建築へと方針は急転換した。バーナムの指揮のもと万博は世界的な金融パニックという資金的問題、あまりに厳しいタイムスケジュールなど数々のハードルを乗り越え無事開催にこぎつけた。アメリカ国内では初の総合的な都市計画であるメイン会場は広い大通りを有し、 古典主義的デザインのファサードで囲まれ、緑豊かな庭園が設けられた。会場はホワイト式と呼ばれ、これによりモニュメンタルで理性的なボザール様式による新古典主義建築が世に広まることになった。全米中の建築士たちは似たようなデザインを自分の建物にも取り入れるようすぐに建築家に依頼したのである。バーナムとアシスタントのエドワード・エイチ・ベネットは シカゴの将来像を描いたザ・プラン・オブ・シカゴの計画を1906年に開始し、1909年に出版した。これはアメリカの都市の成長をコントロールしようとする初の包括的計画であり、都市備運動へとつながっていくことになる。この計画には、湖畔や貸しの開発や公園からの徒歩圏内への人口集中など意欲的な提案が多く含まれていた。 シカゴ商業クラブの資金提供を受け、バーナムは自身の理想を追求たのである。2008年のインターナショナルプラニングヒストリー・ソサエティ学会はこれを記念するものである。万博会場での計画を踏まえてバーナムが思い描いた計画は、ドームを持つ庁舎を中心に放射状に大通りが広がり、フランス風の公共建築と噴水が彩るというものであったため、 パリオンザ・プレイリーと揶揄されたが、この計画は予想外の都市の成長をコントロールし得る、都市計画の規範とも言うべき内容であった。バーナムの都市計画はシカゴだけにとどまらず、クリーブランド、サンフランシスコ、ワシントン DC、フィリピンのマニラやバギオといった各都市の計画も描いており、ザ・プラン・オブ・シカゴの中に、その詳細を見ることができる。マニラの計画は、 海岸沿いの大通りだけではあるが、ディウェイ大通りとして実現された。バーナムの作品の多くは、ギリシャやローマにハムを取った、新古典主義建築である。シカゴ派最大の建築家の一人、ルイス・サリバンは、1924年に出版された、自伝の中で歴史主義に頼り切って独自性を核として、バーナムを激しく非難した。 サリバンは、万国博覧会の新古典主義作品を指して、この国の建築を50年を暮らしめた。と主張したが、アメリカの実業界は、サリバンとは考えをことにした。少なからず計画は必要だ。人を興奮させる魔力は愚か、実現する、可能性すらないとしても、とバーナムは言ったと言われる。これは、バーナムの精神を端的に表したものだと言える。バーナムは、 20世紀のアメリカにおける卓越した建築家として多大な影響力を持った。彼はその生涯の中でアメリカ建築家協会巨大な建設計画の推進者としてその方法、人の使い方を熟知していた。彼のパワフルな人間性は教端に値すると賛辞を送っている。バーアナムの事務所は今日も継続しており、1917年以降は グラハム、アンダーソン、プロブストホワイトの名で活動している。バーナムの都市計画に対する精神に敬意を表す意味もあり、彼が最後に休憩を取ったグレースランド墓地はシカゴのアップタウンにあって、周りの高層建築に囲まれる形で残されている。彼の残した講師にわたる文書の数々は、ライアーソンバーナムアーカイブスとしてシカゴ美術館に残されている。 また、彼の業績を称え、アメリカ都市計画協会は、総合的都市計画に対して毎年贈られる賞に、ダニエル・バーナム賞の名を冠している。フラットアイアンビル当時の世界一高いビルは、ニューヨークワールドビルで106メートル。イフス2008コンファレンス。ありがとうございます。